ベグリさんが作るのはいつもエチオピア料理。こうやって食べてる姿をお母さんが見たらなんて言うでしょうね。一人で作って食べてるのは知らない。そういう寂しいことお母さんに教えないよ。かわいそうだから。お母さんそれ分かったら早く帰ってこいとか言うから大変だから母親に明かしたことのないことの司祭を胸に押し殺し、地球の裏側で生きている。母の味を思い出し、一人ぼっちを慰める。京都府舞鶴、ここに料理のプロたちが合宿しながら腕を磨くところがあります。厨房の中は関係者以外立ち入り禁止。秘密めいた彼らは一体何者なのか。ドレッシングのソースに入れるものです。4ヶ月間集中的に調理技術と栄養学を学び、再び第一線に舞い戻る彼らの使命とは。大体陸上関係が。陸上勤務もいれば。普段はどこで勤務されているんですか。自分は船の潜水艦から来ました。潜水艦から。実は海上自衛隊には調理専門職がある。海で何ヶ月も暮らす乗組員にとって食事は唯一の楽しみ。そこでうまい料理を作る料理人が不可欠となる。自衛隊の中で料理の専門職があるのは海上自衛隊だけだ。すごいね、やっぱ潜水艦ってのは大きいですね。全長 76.2m、 艦長をはじめ乗組員89名の潜水艦浜塩。船長、艦長。ありがとうございます。よろしくお願いします。雨の中すいません。ちょっと、あ、こういう風になってる。ここはまっすぐの通路ですので、降りるときは十分注意して。うわ、困ったな、これ。よいしょ。うわ、さあ、潜水艦の中の台所ってのはどうなってるんですかね。こんにちは。いいですか。三層になっている艦内の真ん中に厨房がある。厨房になっております。いきなり厨房、はい、果たして潜水艦の台所とは。厨房になっております。いきなり厨房、はい、何を揚げてるんですかこれ。だからトンカツです。潜水艦の中でトンカツ。この日の昼食はトンカツ。浜塩には給養と呼ばれる調理の専門が3名いる。厨房専門ですか。そうです。厨房の広さは6畳弱。そこでおよそ90名の食事を作る。あれ、お米って釜で炊くんじゃなくてこういう飯盒みたいな感じで。はい、そうです。あ、これで熱源は何ですか。電気です。電気で。陸海空の中で海上自衛隊の食事はずば抜けてうまいという。ちゃんとディスポーザーがあって。調理後のゴミを細かく砕き海中に入る。海に流しちゃう。狭い艦内を有効利用するため様々な工夫が施されている。中ですかね。狭いスペースを使って。狭い場所をうまく使ってますね。寝室、先生がお持ち。ベッドしかないですけど。三段ベッド。三段ベッドで狭いんですけど。ほんと狭いな。ここに全部寝てるんですか。はい、これ大変だ。おしっこしたくなったらトイレはどっちですか。狭いなこれも。おい、あ、これまた狭いわ。あ、でもウォシュレットがついてて。便秘がちのものが多いからですね。ウォシュレットで。どうして船の人便秘がちなの。運動ができないってことですね。あ、はい、それでやっぱり、まあ、いつもきれいに清潔にということです。あ、これはもう身動き取れないな。はあ。 CPS 食堂、はい、よ、食事をよし。乗組員は交代で食事。おいしいですか。本当、うん、お母さんの料理とどっちがうまい。こっちの方がいいです。太るんですか、痩せるんですか。いや、力いっぱい太ります。太る、はい、入った時50キロで今が67ですから17キロぐらい太りました。はい、なんでですか。やっぱカロリー多いのと、あとはちょっと運動不足の。潜水艦乗ると運動ってできないですか。そうですね、音を出すのがちょっと一番いけないことですから。音を出しちゃいけない。はい、物音一つで敵艦に察知されてしまうため音を立てることは断じて許されない。
お邪魔します。食堂の上が士官室。なるほど、ここが士官室ですか。下の部屋と違うな、これ盛り付けが。茶碗でご飯食べてる。夜はあのここに見えますけども赤いライトに変えます。はあ、夜にちょっとやってみましょうか。ちょっと夜にやってみて。これでこれが夜間食事です。これが夜間ですという、あの人間の感覚をあの昼間と夜と区別するためにこういう食事をする。これしか方法がないんだ。目で見る、見て食べるっていうのはありますよね。うん、ですから夜の食事っていうのはあの非常に美味しくないですね。案外いいもんですよ。なんとなくわいせつな感じかなと思った。そうでもなくてね、ピンクのライトの下で食うっていうのは。一日の献立、朝食は210円、昼食は450円、夕食は410円、そして夜食、合わせて4食分を1000円強で賄う。さっき昼食、昼のご飯を作ってたと思ったらもう終わって瞬く間に夕食なんですね。あ、そうですね、忙しいですね。食事がまずければ一騒動になるとさえ言われる潜水艦の台所事情でした。春爛漫、青春満開。今年もおよそ8万人の地方出身者が東京の大学の門をくぐりました。大分県出身のこの2人も新入生。今日はスパゲティ。スパゲティ、はい。あなたは。私はハンバーグ。ハンバーグ、どっちなんです。私はこっちです。隣同士なの。東京で一人暮らしが始まり、いざ台所に立つことになりましたが、いかなることになるやら。鉛筆持つ手を包丁に変え、手が痛いよ。ご飯はいつ炊くの？あ、忘れてた。ご飯が先じゃないとおかずだけできてしまうのね。米で手を洗ってどうすんの？ご飯炊くときはどうしなさいとお母さん何も言わなかった？え、別に言ってません。ご飯とハンバーグだけ？サメちゃんと一緒に食べようと思って、サメちゃんがサラダとか作ってくれるんですよ。その鮫島さんは台所に立つのは生まれて初めて。大学は合格したけれど料理の方は難点か。で、初挑戦は大胆不敵にもミートソーススパゲッティ。ダメになっちゃった。なんか焦げ臭かったね今。何燃やしたの？スパゲッティ燃えちゃったんですよ。スパゲッティ焼いて食べるのかと思った。なんかミントって感じじゃなくなっちゃった。なんて感じですかね。そう、玉ねぎとひき肉の炒め物。きっと味があんまりなさそうだし。悪戦苦闘したものの、なんとか格好はついた。味の方は知らないけど。はい、はい、マヨネーズも置いてきた。ありがとう。テーブルが狭いんじゃない？このテーブル、これ。ダブル。あれ？ダメダメダメ。テーブルじゃないんだ。いただきます。どうですか、初めての炊き具合。うん、うん、うん。初めて台所に立ってみて、どうだった？汗かいた。あなたは？お母さんありがとうって感じ。うん、私本当勉強しかしなくて、なんか任せっきりだったけど、ちょっと大変なんだなと思って。初めての台所で知った母の恩。そして一方、プロの料理人になるため単身上京してきた若者がいます。京料理の名店と言われるここは修行の厳しさでも超一流。じゃあ、この上だから誰かな、見るの、はい、じゃあ荷物持って上に上がって、はい、小僧さんと呼ばれる若い衆は9名、そのほとんどが住み込み。今日からここで暮らす大阪出身のミッキー22歳、実家は寿司屋。後継ぎのための修行です。どう、自分の寝場所が決まったんだけど入ってきてどんな感じですか？いや、あの想像してたより綺麗です。どんな風に想像してたの？いや、なんかあんまし、もっとなんか雑魚寝みたいなのかなとかって思ってたんですけど。汚いけど、これファミコンやったのか何なのか。今の板前さんのやる人たちはファミコンやんですね。
大将の頃は。いや知りません、私こんなもん触ったことないから分かりませんけど、今日は僕の料理の本をお茶台にしとらへんだけマシやな。この前お茶台にしとったからとんでもないガキだと思った。美味しい料理を作るためには寝るとこも大事ですか。大体自分のもんがきれいにできないで仕事なんかできませんでしょう。それはもう仕事っていうのはね、そういうとこからちゃんとしないとね。やっぱりお金もらう時だけものをやってたってね、日頃が大事なんですよ。プロの台所修行、厳しさに耐えられるか。京都の味を堪能したいと政財界のお歴々が足を運ぶ板前割烹の名店。瀬戸内の魚介類、京野菜を毎日取り寄せて仕立てる一品、明石鯛のお造り。アイナメのお吸い物。右も左も分からずにうろうろのろのろ。夜11時看板となり、小僧さんたちの食事であるまかない料理を作り始めます。日本でこの日本でこの指、ああこの一本の足を持って大出銀座さん。箸使いもままにならぬミキ君。大将のためのまかない料理は小僧さんたちが日頃積んだ腕を見せる絶好のチャンス。大将に食べてもらってうんと鳴らせることができたら一人前。そんな上手な、これ何のオムレツ？ね、アワビ？そんな上手出すなよ。とこぶしの下手ですよね。メイモトセリのごまえです。メイモトセリのごまえです。おしたしっていうのはさ、こんなに出汁が溜まっちゃダメなんだ。はい、おひたし、ひたしっていうぐらいだから、はい、こういうおつゆがたまらないのがひたしだからさ、はい、汚れ一つないように磨き上げる。厨房は料理人の戦の場であり神聖な場所でもある。だがそれを知るにはまだまだ日にちがかかります。ミクどうして生まれましたか。ああ、いえ、あの何やっても横から取られちゃうね。あ、はい、せっかくに。いや大将、はい、新人君の仕事ぶり今日見ててどうですか。いや、どうもないもん。どうも評価ができない。ミキ君、どうですか今日、何クソって気持ちになってきた。いや、なるもならん、もうそこまで行かないってな。何クソなんちゅうな、何でも先の話でさ。口聞いちゃいけないんだ、今日はね。深夜0時、大将が店を後にしてからやっと晩ご飯。朝昼は仕事の合間に立って食事、座って食べられるのは夕食だけ。お腹すいた。あ、はい。あとおかず食べないでこんばっか食べてんね。あ、そうですか。ご飯を、おかずを残さないとご飯だけ残る。何喋ってか分かんないよ。はっきり喋ってくれよ。先輩を差し置き最初に食べ始め、最後まで悠然とお茶を飲むみっくん。大物になるかもしれんぞ。やっと自分たちの時間。ところがしかしもう12時過ぎてんだよ。12時15分皆さん本当にこうやってこれは明日の仕込みじゃなくて今日は前週なんですか。一日でも早く一人前になりたいと、ね、修行は夜更けになっても続く。新人がいないね。今頭おふらかに何もいいな。皆さんがこうやって稽古してるのに、いや最初は一日目だけは甘く見るんです。新人のくせに風呂入ってるとんでもないやつだ。あ、どうした今からお風呂。いや、もう今上がったところで。お風呂上がったの。はい、みんな先輩たちまだ練習してるよ。いや、階段やる前に入ろうかな。あ、それはいいんだ。やっていく自信ありますか。はい、あります。お風呂やらなきゃしょうがないもんね。はい、多分、いや、ここまでできなかったら多分、店は潰れると思いますから。はい、自分が混んだ。はい、台が変わる。